あっちこの部屋。はい、どうも水溜りボンドです。お願いしますね。毎日頑張っていきましょうというね、トミーです。今日はね、一人なんですよ。で、ね、いつもはなんかその、こういう企画を撮ってっていうのをカンタと話してるんですけど、今日はもう一人なので、ちょっとカンタに電話してね、どんな動画撮るかちょっとまず考えたところやろうと思います。もう新鮮だな。水回しとくか。よいしょ。じゃあカンタに電話しますね。もしもし。もしもし。ハロー。かぶれんな。どうですか。いや、どうです。うん、そう、今動画撮ってんの。あ、動画撮ってんの今。うん。え、何企画。ちょっと、え、声ちゃんと入ってる？俺の声入ってると思うよ。怖いな。俺がアメリカにいて、うん、一緒に撮ってないからこそできるツッテみたいな企画なんだけど。はい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 。金の再生ボタンあるじゃん。あるね。うちに。もうあるよ。で、多分あれ日本に10個ぐらいしか多分ないんだよね。うん。都市伝説とか好きだから。うん。夜ちょっと見てたのよ。はい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 。どんな感じ？なんかないかなと思って。うん。で、結構もうボロボロ。実はまあね、東海さんのところに持ってってるから、その時に行ったら結構ね、トントン相撲するっていうのは、トントン相撲したいから持ってきてくれって言われて、めっちゃ重いの持ってって使わなかったしな。裏はどうなってんのかなって思ったの。別に本当に何にも知らずに。はあ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 。 YouTuber で、はい、この事実知ってんのは俺だけなんだけど、うん、まあ、とりあえず金の再生ボタン持ってきて、うん、ああ、わかったわかった。それ見ればいい。外すって、外すっていう動画撮って。はい。すごいから。どこにあるっけ、金の再生ボタン。金の再生ボタンの部屋にあるだろ、そりゃ。そんな部屋はね。もう、俺がやらせてるってことじゃないことにしようし。ははは。うん。ずっとお前の写真この動画に貼っとくわ。どこスクショしてもお前が一緒にいたことにするわ。提供みたいな感じで。なるほどね。まあ。金の再生ボタン開けますよ。じゃじゃーん。ちょっと汚れちゃってるんです。まあでも全然汚れてないですね。はい、よいしょっと。まあ、みんなにね、前見せたと思うんですけど、こちらなんですよ。これね、サムネ撮っとこう。これね、よいしょ。まずということで、どうすればいいんだ。開けていけばいいのか。とりあえずひっくり返して、あ、え、これ、あ、え、ここが開くぞ。すげえ、なんか謎解きみたいかな。おお、すげえ、すごいよ、ほら、外れて。これで後ろから見えんだ。ん？水たまりボンド。時代同じか？これ分かるかな？え？誰かの100万人記念の盾？に使おうと思ってたものが水たまりボンドにされてる？ちょっと調べるか、この人誰なんだろう。いらね、これ。うーわ、すげえ、いるわ。いや、当たり前か。この人ですね。チャンネル登録247万6935人。
めちゃめちゃいるじゃん、この人。どういうこと？うわ、これはすごいわ。いや、これはすごすぎ。ちょ、カンタに電話しよう、一旦。おかしいわ、絶対こんな。うわ、すごい、これ。こんなことあるんだ。パターンのやつ、これやばいでしょ。この金の再生ボタン俺らのじゃなかったってことでしょ、元は。いや、多分失敗作なんじゃないかな。あー、なるほどな。傷が入ってるから、うんうん、確かに。その人は実在するのよ。うん、見た、見、調べた調べた。だから本当に多分 YouTuber で100万人の盾持ってる人の盾は、うん、裏にそれぞれの YouTuber の名前が入ってるっていう。これ都市伝説だな。これ大丈夫だと思う？いや、これ危ないでしょ、結構。頼むわ。なんでここお前開けたんだって、夜一人の時にこれを開けたんだってなるけどな。でもそれ、俺さ、誰にも言えなかったからさ。うん、アメリカって許されんじゃん、なんかそういう。まあ確かにアメリカちょっと銃みたいなのがあるからな。まあ確かに、お前犯罪してフィリピンに逃げるタイプのやつじゃん。登録お願いしますみたいな言わないと。 OK OK。 行きます。ということで、じゃあこれね、 なかなかない発見ができたと思います。いやー、はい、ということで以上、今日の水溜りボンドでした。はい、できたんで登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。 OK。 これすげえわ、マジで。うわ、はい、いや、どうやってやるか分かんないな。